えー、お疲れ様でございます。今回はね、もう一つの都知事選の裏話という感じで、実はね、秋高田市でも市長選が行われていたんですよね。で、主に注目されていたのは、前市長の秋高田市、石丸市長の、市政運営を継続する派と、まあ、それを否定して別の方向に進む派。まあ、これが注目の的だったんじゃないかなと思います。まあ、結果的にはね、 石丸市政を受け継がない人が市民に選ばれたということになります。まあこれについてはね、まず私の方から受け止めをしていこうかと思いますけども、あのそもそも、秋高田市の市政運営は、どのようにやったところでもう止めようのないところまで来ていたんですよ。で、これは石丸市長時代にも言われてたことだと思いますけども、まあ二つですよね、寿命はいくつか伸びたと。 秋高田市の消滅の危機は、後ろの方にはなんとか財政再建することによって成り立ったけども、それでも、まあ、対処療法でしかなくて根本治療は不可能だということだったんですよね。で、えー、もう一つはね、えー、やっぱりこう、秋高田市の運営に関しては、やっぱり石丸市長ほどの手腕でやれる人は、後継者に誰もいなかったってことじゃないですか。まあ、ですんで、 石丸市政を、ま、継承しますっていうのは、誰が立っても不可能でしょう。ということで、あの、これね、石丸市政を受け継がないというよりも、誰も受け継げないので、じゃあはっきり言って別の方向に行くしかないよねってことですよ。えー、例えばね、秋田方市にこれから降りかかる財政の危機ですけども、もしかしたらふるさと納税がね、数億円規模で入り続けていれば、まだ、 回復の傷出しはあったかもしれませんけども、それももう、石丸さんがいなくなるわけですから望めないでしょ。次の市長に SN、SNS の発信力やカリスマ性があるとはとても思えないですからね。と同時に、秋高田市っていうのは、ものすごく有名な市区町村になりましたけども、これも、多分ね、1年2年すれば忘れられていきますよ。急速に。で、誰も来ない町になると思います。まあ、つまり、次の市長が、じゃあ、 石丸市政を受け継がないとしたら、滅びに任せるまんまに、急速に過疎化が進み、廃村廃止っていう方向に向かっていくっていうふうにね、やっぱ舵を切ったとも言えるんですよ。もちろん、秋高田形を財政的に、それから市民に訴えかけてモチベートさせるようなね、魅力が次に控える市長にあればまた話は別になりますけども、そこまでの人が、 なっているかなっていうのはこれからわかるかと思います。それから今ね、画像に出てきてますけども、この人、ちょっと変わった人がね、立候補していたんですよ。で、これに対してコメントが入ってます。秋高田市の市長選、石丸信二がネットで秋高田市を有名にしたせいで、こんなわけのわからない候補者も出てきて、秋高田市民は本当に迷惑してるってさ、と。秋高田市民が石丸信二を選んで、その結果、こういう風な立候補者が出てきたってことは、 石丸真二のせいっていう風になってるんですよね。秋田方氏が有名にならない方が良かったっていう風にこの人をコメントしてるんで、まあ、最初から的外れだなと思いますよね。まあ、どんな人が市長になっても、無名よりも有名になった方がいいのは間違いないんですよ。えそしてそういうところに様々な人が寄ってくるのも当たり前のことでね。じゃあ、秋田方氏に対して、おそらく、うーちょっとね、 悪いやつがいいがっっぱい入ってきたと思うんですよ。犯罪者とかね空き巣とかねあのおかしな訪問販売の人とかねでも飽きた形が有名になって注目されることによってそういう人は逆に、ね、いなくなったんじゃないかなって想像するんですよねまあこれは想像の範囲なんでちょっとこの辺で考えをとどめておこうかと思いますけどねまあでも飽きた形が有名になることによって確かにデメリットもあったと思いますよでもメリットの方がそれを大きく超えて 膨らんだんじゃないかなと思います。だからこそ、自分も市長になろうって人が、急に4人になったんでしょだって前回は、あれですよ、賄賂ですよ。賄賂で辞職した市長の次に、その賄賂を引き継ぐ副市長が、1人立候補しただけですよ。ね。で、今回みたいに、この秋田形をなんとかしたいっていう人が、4人に増えたってのは、それだけとってもね、石丸市長の功績だったんじゃないですか はいそしてまあ最後にね石丸市長以上に秋田田氏がなんとかできる人はいませんよこれからも出ないと思いますまあできてですんでね石丸市政運営を引き継ぐなんてことはまあ誰もできないと思いますよ下手にね引き継ぎますって言ったらこの程度しかできないのみたいな評価を受けてあっという間にボロボロになってね終わってしまうと思いますんでまあそんなとこじゃないですかうーん あなんか漫画が出てますね。<laughs> はい。まあでも選挙っていうのはね、いろんな人の思いがあって、誰かの思いがかなわないわけですから、その人がね、怒りに任せて、えー、まあ負け押しも言うのはしょうがないです。で私もね、東京都知事に石丸市長がなってほしかったんですけども、ならなかったからといって、なった小池さんをね、今更批判したりとかね、口汚しく汚く罵る必要はないかなと思います。まあこれも、 都民の決断なんだなと思ってね見るしかないですし引いて言えば日本の方向性をこの民主主義の世の中でね結局みんなで決めてしまったよねってことだと思うんですよその中でこれじゃいけないと思って矢表に立った石丸市長は私みたいにね無責任でインターネットで批判だの何だのやってる人間よりは随分とまあ男らしい正義の人じゃないですか陰で石を投げるのはねみんなやるんですよ でも文句があるんだったらお前やってみろって言ったらね、途端にね、いやいや、私にはそんな力量はないですよとかね。もっとやることがあるからとか、ね、逃げるわけでしょ。で、いろんな万難を排して、本当に自分なら何とかできると思った人ってのは、なかなか出てこないんですよ。自分のために、その職位が欲しいって人はいるんですよ。でも、誰かのために、この国を憂いて、仕方なくてカジ取りを買って出ようかって人は、みこしに登ろうかって人は、 まあまたしばらく出てこないんじゃないですか。まあそんなところでございます。それでは。